バリアの会議は終わったかい？あら、トライデントシャマルじゃない。あなたもここにいたのね。やめてくれ。俺は野郎には興味ない。安心して、私もあなたには全然興味なし。てめえも過去から来たのか。デルタボックスとやらの力らしいな。お前たち慣れ合っている暇はないぞ。なんだ女！四年隊だ。なんだと？出たのか。ああ、今度も二隊だ。俺も行くぜ。こっちだ、急ぐぞ。待ちくたびれたぜ。なんだか楽しくなりそうだな。刀小僧に爆弾小僧か。思いっきり楽しめそうじゃ。しぐれ総炎流は完全無欠、最強無敵だ。わーい、帰り討ちにしてやるぞ。負け犬は遠吠えでもしてない。覚悟しやがれ。うぜえぞ。死んだ。よし、果てな。どうだ。死んだ。これでハンデはなしだぜ。どうだ。池作りの出来上がりだ。はい、よっしゃ。うぜえぞ。寂しくなってきちゃったよ。はっ、よっしゃ。どうだ。ずいぶん舐めてくれてる。まだまだいけるぞ。よっしゃ。まだまだ行くぜ。しゃあ、どうだ。終わりだ。切り刻んでやるぞ。くそ。もう瀕死の状態って感じ。やっぱ俺って最高。刀こそ、てめえ手を抜いてやがんな。てめえの力はこんなもんじゃねえはずだ。どうなってやがる。今戦った奴らは、見た目はあいつらであっても本当のあいつらじゃねえってことだ。どういうことだ。放線的になって現れるあいつらはダメージも普通に受けるし、一見すると本物のようだが、そいつはどうやら違うらしい。ああ、シャマルの言う通りだ。俺たちの分析でも出現しているのは四年体、つまりエネルギーの塊のようなものみてえだな。その証拠にカテーナに囚われた人物と実際に現れる人物は必ずしも一致してねえんだ。確かに、ルッスーリアの時もレビーの時も本人じゃなかったね。イメージによって作り出されたあいつらはイメージの限界があって、そいつに縛られている。だから本物を知っている者には違和感があるってのか。ところで、早いとこハヤトと山本を元に戻してやらんとな。ふん、俺は戦うだけだ。あとはてめえらで何とかしろ。俺がやってみよう。いつまでもそんなところでサボっているな。ここはなんだか頭がガンガンしやがる。どうやら無事みてえだな。おい、ハヤト。シャマル。お前、一応礼を言っといた方がいいかもしれんぞ。え？そうだぞ。バリアーの連中がお前たちを助けたんだからな。
げーマジっすか。しし、俺はやっちゃおうと思ったけどね。こいつは貸しだ。スクワロ、これで残りはあと2つか。そうだな。極寺と山本は検査が済み次第特訓に復帰させるとして、あとは沢田か。ま、ここまで来たらなるようにしかならねえけどな。